ウィリアム・ウォルトンの公共曲第2番はロイヤル・リバプール・フィルハーモニー協会の異色作品として作曲された作品。当該楽曲はジョンプ・リッチャード式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニー管弦楽団によって1960年のエジンバラ音楽祭にて初演された。本作以降もウォルトンは公共曲の構想を練ってはいたものの完成された公共曲としては 結局、ウォルトンの最後の作品となった。ヨーロッパで前衛音楽が上昇気流に乗っていた時局に、このように一見したところ保守的な作曲様式を取ったことは、国評の的になった。しかしながら時代が下がるにつれて、本作はウォルトンならではの洗練された、還元落法ゆえに見事に、職人芸が発揮された、成功で成熟した作品であることが認知されるようになってきた。 修学賞では、十4技法によって、本律操作が行われていることも見過ごせない。以下の三つの学章からなる。アレグロモルト、アレグロモルト、レント、アッサイ、レント、アッサイ、パッサカリア。主題と変装、フガート及びスケルト風、コーダ、パッサカリア。テーマ、バリエーションズ、フガート、アンド、コーダ、スケルト、アンド以下のような大編成のオーケストラが起用されている。ありがとうございます。